回はハンターハンターに登場するカッチカチの王様メルエムについて見ていきたいと思います。第1級隔離指定種キメラアントの王であるメルエム、女王が集大成として生み出したアリの完成形であり生態系の頂点。誕生の際は女王の腹をぶち破って出てきちゃった破天荒ボーイです。生まれながらの王であり、自らが全ての種を滑る存在であると自覚しているため、他の種を自身の餌としか認識しておらず、気に入らなければ即ボコリ食べちゃうというとんでもない暴君です。さらに同じ種であるキメラアントであっても、従わなかったものや気に入らないものは何の躊躇もなくやっちまう恐ろしい王様で、圧倒的な力による恐怖政治で凶暴なアリをまとめ上げています。また当直属護衛軍の3匹に対してはそこそこの仲間意識を持っており、多少は信頼しているようですが、気に入らなければ即ボコるという傍若無人ぶりは健在です。集大成というだけあり、他のアリとは比べ物にならないほどの強さを有しています。具体的には地形が変わるほどの攻撃を受けてもかすり傷すら負わない頑強すぎる肉体、常人には認識することすらできない速さ、パンチパーマ兄貴ナックルを驚愕させた護衛軍ユピーでさえ足元にも及ばない圧倒的なオーラ量など異次元のスペックを誇っているため、作中最強生物といっても過言ではありません。戦闘力だけでなく真に恐ろしいのはその頭脳で、将棋や囲碁などあらゆる盤上競技の名人と対局し、ルールを覚えて数時間のうちに全ての名人を完膚なきまでに打ち負かすほどの学習能力と圧倒的思考力を有しています。そんな傍若無人の完璧生物メルエムですが、軍技の世界チャンピオンである盲目の少女小麦に敗北したことで心情に変化が現れます。圧倒的な学習速度であらゆる名人を打ち負かしたメルエムですが、何度やろうと小麦にはかなわず、命を懸けることを厭わない小麦の覚悟の前に自身が劣っていたことを悟ります。これをきっかけに人間の中にも認めるべき存在がいることを認識し、暴力による統治ではなく弱者にも平等な格差のない世界を作り出すことを決意します。つまり敗北を経て真の王になったのです。能力は食べた相手のオーラや念能力を取り込むことができるというもの。取り込んだ力は洗練されより強力な能力に昇華されるという、まさしくチートと呼ぶにふさわしいぶっ壊れ能力です。常人ならばメモリの限界によりいくつもの能力を高次元のレベルで扱うことは不可能ですが、生まれながらの王メルエムにはメモリの概念など存在しないのです。つまり食べれば食べるほど強くなるバクバク最強生物ということです。作中では生態系の頂点として圧倒的な強さを見せつけます。人類最強ネテロ会長と戦った際は百式観音の無数の腕から繰り出される恐ろしく速い連続攻撃を食らってもかすり傷程度のダメージしか負わないという異常な耐久力を見せます。さらに小麦との軍技で戦略思考能力が驚異的に成長したことで、不可避の速攻を誇る百式観音の無限にも等しい攻撃パターンを見抜き、まるで詰将棋のように会長を追い詰め瀕死に追い込みます。そして会長の最終奥義ゼロの手すらも耐え抜き、完膚なきまでに圧勝します。しかしミニチュアローズの爆発により悪焦げの焼けだるまになり、絶命寸前のところを護衛軍のプフとユピーの細胞を取り込むことで復活し、以前よりもはるかにパワーアップします。その力は圧倒的で、巨大な山をコッパみじんに吹き飛ばす威力の念弾を何の制限もなく使えるというチートぶり。また周囲数キロを覆うほど広範囲の円を瞬時に発動でき、取り込んだプフの能力と相まって何もかもを完全に見通すほどの恐ろしい感知力を身につけます。このメルエムのオーラは命がけで戦っている討伐隊たちに次元の違う強さを瞬時に悟らせ、戦意喪失させてしまうほど恐ろしいオーラになっています。そんな最強生物メルエムさんですが、最終的にはバラの毒に侵され絶命するというあっけない最後を迎えます。つまりどんなに最強の生物であろうと人間の科学技術の前では無力に等しいということです。また後にキメラアントは数多くの危険生物が生息する暗黒大陸の生物だったことが判明します。そして暗黒大陸にはキメラアント以上の危険度を有する生物が数多く生息し、その中には人知を超えた力を有する生物も存在すると考えられます。
つまり人間界の外側にはメルエムよりもさらに凶悪な生物が数多く存在しているということです。